これこれ。え、これもかっこいいじゃないですか。なんとなくもっさりするのはコーヒーの。なんだこのブレーシング。こんにちは。そうです。伊豆です。どうもどうも。遠路ある分、ありがとうございます。どうもどうもどうも。お疲れ様です。今日はアシスタントで来てもらって。アシスタントですか。あら、木野さんどうも。こんにちは。ありがとうございます。そうですね。これ、作ったのも好きなんで、まあ、ちょっと、売り値です。売り値です。税別販売価格、あ、税込み販売価格なんで。あ、ありがとうございます。書いてください。Dark and Amps はそういう入門をやっております。そうだ。アメリカのギターメーカー。全部の現地とか、あとカスタムセットとかも作れるんで。Guns N' Roses のリチャード・フォードの自分のやつで。ああ、そうなんですか。100% 再生のものすごい古い木を使ってて、あとこういうものは。あのアメリカンインディアンのヴィンテージのロースブランケット、インディアンブランケットのケースもそうなんですけど、あ、これも全てこれはあの100年ぐらい前のクレートの箱、これも大昔のクレートで木箱、あ、木箱、日本の江戸時代の浮世絵が本物が入ってる。本物なの？本物あの面白い、本物、本物、江戸時代の浮世絵。そこら中顔なじみだらけじゃないですか。さすが。これどこだ。かっこいい。また16インチ。おお、なる。乾いたよ。なる。する。ごめんなさいね、ずっと。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
連絡しようと思ったね。切ってたんですね。切ってた。切ってここに。ああ、とない。き、うん、あのアンディが今週来ることになって、まああの僕らも顔出そうってことになって、で、あの行かなきゃ行かなきゃ。バイク旅から大変な旅をしてるじゃないですか。おかしなことになって、5台も持ってどうしようみたいな。もう古い音はね、個人みたいなって。またじゃあ。まさかトライアさんがいるとはね。あのアスが。あ、あ、そうなんだ。担当だけエリアの担当の方ですね。そうなんですよ、エリア担当になってよかったら、お話ありがとうございます。了解です。本当でもあ、もう分かりました。ここが今飛ぶ鳥を落とす勢いの北にミュージックという会社でして、ありがとうございます。なんとあの5段も25以内で、もうちょいいいギターないかなと思って。全然込みで、全然込みで今です。ああ、本当だ。抜いて、K4 プラス強度もって言って、結構ギターも綺麗。You can bring this if you want. My brochure and this sticker if you want. もうアーチトップはやってないですか？アーチトップはうちちょっとやってなくて、あ、苦労したんですかね。あ、そうです。あ、はい、あ、すみません。はい、ありがとうございます。お願いします。パリの。これの OM もあります。ああ、じゃあそこにあるのか、英語で。昔のやつと違いますね。これどうすか、これ分解されてるやつ。取引してます。ああ、そうなんですか。取引してます。あ、本当ですか。あ、私も浜松なんです。あ、浜松出身の。何町ですか。頂戴いたします。ありがとうございます。特別バージョンなんですけど、うん、何が特別なんですか。あ、ごめん、こっちが、こっちだ。あー、それそれそれ、あっ、おここに来たんですよ、今日。今日、あ、これこれ。え、これもかっこいいじゃないですか。全部、これうちに来るの。両方とも。あ、これも来るんですか。これもう、両方来ます。あ、エレキ、アコ。なるほど。これは生です。生か。
確かに。あでもそう、ライブで使いたいな。ライブで使うなら別に生音そんなね。ね、でも弾いた感じこっちの方が断然。わかる。わかる。気持ちいいですよ。これスケールは？結構ハイだもとりあえず弾きやすい。まあ書き鳴らしたら面白いギターだけどね。これトップ短板？短板短板。ああ。スプルース短板。だから今まで初めての短板版。サイドバックは？マホガニのゴフの。あでもこれもいいな。柔らかくない？やっぱ音まとわるもんね。そうですか、うん、こんなんないでしょ、だってどうするんですか、今度ですね、これが一番まとまったからカチカチのやつにトップしてくるくるくるってすごい読むのでこれかな、なんかいいっすね、なんか王とか殴るね、かわいいですね、かわいさと風格が、そう、赤くなりましたね、マーチンもバッと見ると、ね、初めて見た、何あのブレーシングが背面にあるってこと、背面にあるんですね、なんだこのブレーシング、コーヒーモデル、あ、なんか当たる袋たくさん、そうなんだ、初めて見た、初めて見た、初めて見た、堀口さんはあそこの僕らセール行く、あそこにいますよ、はい、どうなんでしょう、テイラーのボディ中身にありそうでなかった左右対称のブレーシング、ピックアップが確かにテイラーオリジナルで結構考えられるんですね、800です、814、100が超えるみたいですね、814、814のビルダーズエディション、あとはよくあるそのビルダーズエディションの仕様ですよね、あ、そうですね、この、このジョイントと、
綺麗、綺麗だわ、やっぱり上品ですね。美しいですね。でこれは、テーラーお得意 の, その自然包括の一環の顔になってて、このアディロンダックスクルスはフォーピースとかも使ってます。あ、そう、はい、で、なるほど、今までこのサイレンスだったそうだ、フィルターゼーションのグロスは初めてですね、うん、そうです。おー、かっこいいな、色もどかっこいいじゃないですか。あ、いいですね。定価 100? まだ決まってない。あ、それぐらいですか。出ようとももう高級感ですね。気持ちでもう、そうそうそう、ね、普段のフレーズじゃない。普段のちょっと荒っぽく弾いてるやつじゃなくなりますよね。普段のフレーズが出てこない、ね、サンバストカラーが出るっていう、はい、なるほど。なんか見た目は太い音が出そう。変わります、気分が。だんだんあのいつも通りになってきますよ。あちょっとジャジャ馬感でね、ちょっとね、バランスはいいんですけど、バチバチやってます。
ね。400シリーズこのボディサイズ、そうですね、シルエットのものがなかったんで、はい、300だったんですけど、はい、ローズとサイドバックで。なるほど。え、あの真っ黒のやつと同じ形です、ね、同じ形でアメリカンドリーム AD17 っていうのがあって、あ、そうそうそう、はい、なんかこれのイメージがすごいあった、ね、これ今これオバンコールだって、これオバンコールです、まだオバンコールでした、うちにまだ新しいオールナットなんですが、また結果したことがない、なるほど、もう今オールナットアメリカもオールナットに切り替えてますね、もうオバンコール使ってるモデルはなくなるんじゃないですかね、これで。なんか言ってましたもんね、オバンコール やめてくる方法だって、もう安定供給が多分出ないじゃないですか、アフリカの財ですよね。うちの息子の名前なんでちょっと行きますね。元太。本当だ。本当だ。元太。雑やねん情報が。シグネチャーモデル。なんていうんですか。エマニュエル。トミーエマニュエル。トミーエマニュエル。言えてないよ。覚えてから来い。早いな。ツッコミが早い。本当に昔から言い終わる前に言えてないや。さすがだな。元太は。これあれか。スチールだね。ラップステーション。ラップステーション。ラップステーション。いくらなんだこれ？準備。119,700円。11,900円。うちの長男。あ、マンゴーウッド。これもマンゴー。へえ。国はね、インドネシアですよね。インドネシア。インドネシア。そう、インドネシア。ゲンタ。サン。と、ゲンタさん。ネーム。センネーム。そう、センネーム。優しい音。出てくる音。これはマンゴー。マンゴーはね、大体こういう感じです。太さがあって。使うとちょっと落ち着いた音になりますから。68年69年か。
え、関西の方なんですか？浜松。浜松一緒に来てるんですよ。浜松、今度はどうしていくか知らない、全然申し訳ないけど。いいです。そのままもうからでいいですよ。じゃあこんな感じで。はい。今日はお疲れ様でした。お疲れ様です。いやめっちゃ貴重な体験をありがとうございました。いやいやいや面白かったですね。こんな広い会場とかね、ギターだらけ。あっという間でしたね、4時間。やばかったですね。いやそれにしても顔の広さにびっくり。いやいやいや長くやってるだけです。私がもう30年30ですね30年この畑にやってるやつすごいすごいですね。いや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 ーよかったです。今日はこれで面白かったですね。もういろいろ楽器も触れたし、ね、新しいものもいいし、はいはいはい、ありがとうございました。どうもありがとうございます。